さあさあさあ、こちらがお求めの品ですわ。どれも上質なものを揃いましたから、ご心配なく。あ、あと新しく仕入れた品もありますの。いかがかしら。え、いらない。こちら様かと思えば、私の大事な、あ、大事なお客さんじゃありませんの。お、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 そちらはアール村のガーディアン、キャンディーズさんですね。これはまたまた素敵なお客さんですこと。あ、さてさて、ご用件は何でしょう。私、砂漠では怪しい取引なんて、ああ、怪しい取引なんてしてませんけど。いえ、誤解なさらないでください。ドリーさんにお伺いしたいことがあって尋ねたのです。あら、情報を求めて。ああ、なんなりとお聞きくださいまし。私、情報の取引が一番好きですの。かさばらないし、倍の値段で。ああ、いや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 、免税対象でもありますから。実は今朝、変わった宝石を購入しまして、これを加工した人がどこで原石を手に入れたのか、商人にお聞きしたいのです。ちなみにその方の名前はメモしてあります。ああ、人探しですわね。手間がかかるタイプですので、それなりのモラが必要になりますわ。もちろん、万能と名高いドリーさんが直接石の由来を調べてくださっても構いません。相応の報酬はお支払いしますので。利益は少ないですが、人探しは大した手間じゃありませんわ。宝石を加工している知人たちに聞けば、済むでしょう。あ、そんなこと言われても、この類の情報は企業秘密ですから。調べるのも一苦労です。一苦労ですの。よろしければ値段をご提示いただけませんか。あらま、潔いですわね。ちょいとお待ちくださいまし。交通費に差し入れ代、それから20万もら、20万もらでいかがかしら。うえ、高すぎるぞ。申し訳ありませんが、ご提示の額では予算を超えてしまいます。もう少し安くしていただけませんか。構いませんわ。人情味のあるアール村の方には、思い切って譲ってあげましょう。そちらの希望価格をご提示くださいまし。5万もらでどうでしょうか。なあ、な、なんですって。どうしましたか。砂漠での相場を言っただけですが。あ、無理、絶対に無理ですわ。こんな商売をしてたら破産してしまいますわ。そうですか、仕方がありませんね。では3万もらでどうでしょう。あ、私の聞き間違いじゃありませんよね。そちらのキャラバンがアール村を訪れた際の安全を保証し、一部税金も免除します。いかがでしょう。いやー、最近のアール村には、無
ジネスチャンスがコロコロ転がっていますし、はあ、カーディアの後ろ盾までもらえるなら、はあ、確かに悪くない取引です。確かにひょっとしてハール村のために攻撃を行おうと。ああ、恐ろしい女です。はい、わかりました。ま、今回はただ働きのつもりでお引き受けします。さあ、3万もらで受けたまわりましたわ。本当ですか？さすがスメール切手の大商人、その器量と見識は噂通りですね。もちろんでした。アール村のガーディアンとの友好関係を築くために覚悟でお受けいたしましょう。それでしたら、サップ、3万もらでもう決まりですの。宝石職人へのおもてなしは500もらの屋台料理で済ませるしか、ありませんわね。情報を集める時間が必要ですので、はい、また明日来てくださいまっしゅ。このタイプの依頼は手間がかかりますの。本当にありがとうございます、ドリーさん。旅人さん、せっかくスメールに来たのですから、オルモス港をゆっくり散策されてはどうでしょう。先ほどか…そうか、そんなことはありません。私の方こそ相変わらずドリーさんも全てが順調にいきますように。ではまた明日お伺い…また明日。